40万人感謝の突破記念でしまして、スイッチ3つ用意しました。応募はチャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。トシでーす。もうツボが崩壊して司会できないので、ここからはもうちょっとリボン君に任せます。おお、誰もが認める名物。さあ本日もやってきました都市伝説、今日もごてづらさんに来ていただきました。おお、今日は一体何の都市伝説を紹介してくれるんですか。安いわ。世界のね、特殊な能力を持った人間6000っていうのをやっていきたいですね。特殊な能力、口が臭すぎる。ちげえよ。うんこなのに人間になった。絶対6個揃うよお前。1人目、はい、じゃあまずその画像をね、はい、じゃあ見せたいと思うんで、はい、何の能力か当ててください。おお、そういうのめっちゃ気になる。1枚目こちら、左の女の人。うわ、なんか能力使いそうやな。そう、これバービーじゃないの。バービーじゃねえ。ベンジャミンボトム、数奇な人生。この女の人すごいよ。この女の人は不死の細胞を持っている人物。ヘンリエッタ・ラックスっていう名前の人で、1971年に子宮がん宣告されて、そっから1年経たないうちに命を落としてしまいます。え、なんか不死じゃないじゃん。亡くなってしまって、その人のがんを調べてみたと。その腫瘍から死んでない細胞があったっていう。で、それをこう研究し続けてたら、どん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 その細胞が成長し続けているってことが分かったわけ。この細胞は医療で役に立ってるんですよ。でもエイズとか放射線、あと DNA の関係するその病気とかの治療に役立っているという。原因は今でもよく分かっていません。それは分かんないよな、不死と。なんでこんな細胞が急にできたのかっていうのが分かってるわけで。謎だね。2人目の画像こちら。え、はい、えふざけてるやん。あ、分かった、もうこれ分かりました。でも、まあ、もう大体分かるよね。まあこれは分かるかな。これはもう自作人間ね。自作人間。この人はマレーシアに住んでるリュウソウリンさんという、なんでか分からんけど体に鉄がくっつくっていう。え、すごいよ。で、最大36キロの鉄を受けることができる。え、落ちない。そう、36キロ。考えられる原因としては、リュウソウリンさん、あの、はい、普通の人より肌がちょっとザラザラしてると。このザラザラとした肌が、あの、磁力を発生させやすいんじゃないかって。一生懸命だとごめん、ああ鼻くそつけてる。だよね。だよね。背中触られるかも。ピョンってもうさ、鉄くっつく話で鼻くそくっつけない。それでは3人目、こちら。これこそもうメデューサみたいな。いや、なんでしょう。これもうあれでしょ、ヒューガンの一族。ちげえよ。正解はね、 1.6キロ先まで視力がある。1.6キロ。そう、だからこの人はその世界一視力がいい人としてギネスに認定されています。動物に似た目をしている。まあ確かに、だから遠く見えるのかもしれない。あだ名がこの人スーパービジョンです。いいです。いいです別に。はい、というわけでじゃあ4人目。はい、4人目。まあこちらの女性です。おお、何でしょうか。綺麗な方ですよ、はい、何も喋ってない京平さん。どっちもです。これ幼少期で、これ年取った後です。これ何も喋ってない京平さん、これ何すかこれ。ね、はい、人の 頭が見える。全然違います。あ、違う、投資か。近いの。そう、投資です。骨とか臓器とか透けて見える。やば、レントゲンさんや。この人のあだ名、レントゲンウーマンです。なんまだって。じゃあその人医者か。そう、医者です。医者になります。この能力を生かして医者になります。なるほど。二人ともふざけて、二人とも当たるんだよ。で、この人が初めて透けて見えるようになったのが10歳。お母さんの左腕に血液が通ってるのが透けて見えた。でも地元の人は信じてくれないわけよ。本当に見えてるのかってことで地元の病院にいたと。医者がね、君がレントゲンの目を持っているんだったら私を見てちょっと診察してみるがいいみたいな。痛くれないか。その医者を見たら胃袋に腫瘍ができてるって言って、実際に検査してみたら本当にあった。やばっ。すげえ。漫画や。そうそう、めっちゃテンション上がる。こういう話すごいね。めっちゃ好きだ。彼女は海外のドキュメンタリー番組にも出ており、そこで一人の男の子の肺に腫瘍があると指摘し、見事にこれを的中させる。2006年以降、ナタリア・デムキナ特別審査センターで診察を続けている。診察料は日本円で1500円というリーズナブルさで、常に人だかりができている。日本も結構テンション上がるでしょ。
こういうの好き。ゴミ、ね、うん、さんもだってあの医者好きだもんね。医者好きですよ。ワンピースの医者で誰好きなんだっけ。クレハさんです。どうだろう、どうだろう、お前お前どうだろう、お前だろう、嘘でしょ。シャンブルス、シャンブルスとかやってんじゃん、お前。続け、5人目画像ドン。これはもうだって、うん、こちらの人物でございます。あー、忍者や。水遁違う。ちょっと3ミリだけ浮いてる。ドラえもんか。これは氷なんですよ。寒くない。そう、寒くない。あ、なるほどね。寒さ感じないんだ。寒さは全く感じないっていう。急にしょうもねえな。ね、それ大気でもできるじゃん。いや、3度の中お前ディズニーランドずっと押さえる。この人のあだ名が、はい、ミスターフリーズ。みんなスケールセンスだね。ミスターフリーズ。特殊能力ではなくね、それです。いやでもすごいんですよ。マイナス20度の中で 42.195 のマラソンとか普通にできたりとか。じゃあなんかな、なんか違う、なんかもうさっきのが偉大すぎて。まあ確かにな。まだありますよ。ああ、どうぞ。1時間52分の間、おお、これすごいぞ。氷風呂、おお、に耐えれるっていう。あ、それはやばい。1時間52分すごいでしょ。結構我慢できる人だけ。いやいや、まあ、だってだ、ね、1時間52分以上はできなかったやろ。まあそうですよ。我慢よ。ひねくれてんだから。そうだよ。能力としては認められないとか、うん、ダメです、ダメです。ダメや。世のため、人のためになってない。ただ我慢しないで。まだあります。おー、おー、おー、これなんと、おー、はい、半ズボン一丁だけで、はい、はい、キリマンジャロ登りました。だからすっごい痩せたもん。我慢がすごいだけや。できるじゃん、半ズボンでキリマンジャロ登れる。余裕です。できない、余裕。ちょっとやらせの企画だ。あ、見たらマジでやるから。マジでやれよ。本当にやれよ。もうあったかくなりつつある。つけてじゃねえよ。最後、おー、最後です、最後ですよ。これはやばいっすね。やった瞬間にあのミサイル。うわー、僕が最後に持ってくるぐらいですかね。うわー、これぐらいのもんですよね。おい、その気になる画像がこちら。こちらです。何これ。あー、わかった、もうわかった。何の、はい、何でしょう。電気食ってる。電気じゃないです。鉄。何でも食える。何でも食える。そうです、正解です。えぇ、何でも食える。どういう顔してる。あ、そうです。いや待って、でもすごいのよ。いや本当にすごいの。あ、この人知ってるよ。消化できるってこと。消化できる。そう、それはやばい。消化できちゃう。それはやばい。マジで衝撃だから。そう、マジこの人だけやばいから。お前やばい。マジ知ってない。先輩みたいなやつ。フランス人のミシェル・ロティトという人物でございます。ロティト、言いにくい名前やな。ちゃんと消化して、ちゃんと体に何の支障もきたしています。これはやばい。これは超能力だわ。この人が生涯食べた鉄の量、9トン。やばいやばいやばい。9トン。これはやばい。鉄や。それはすごい。やばいでしょ。その息子が鉄の子。そうだ。ああ、つながった。だってしかもちょっとさっきちょっと言いそびれちゃったんだけど、あの人の孫も鉄つきますからね。その説あるわ、マジで。リュウとか言うてんの。この人何がすごいって、2年間でセスナっていう飛行機あるでしょ。あ、あれ一気食った。そうなんですよ。これはすごい。マジでやばい。マジでしょ。車も食うし、あとエッフェル塔の一部も食った。マジで言ってそれも国際じゃないの。これまだ生きてる。この人は残念ながらもう亡くなってしまったんだけど、その亡くなってしまった原因、この雑食とは一切関係ない。すごい。以上が紹介した6人の特殊能力を持つ人間たちだったわけなんだけれどもね、はい、はい、まあ、こういうのってその、まあ、日常生活で何気ないことをきっかけに起こるパターンもあれば、まるつきこういう能力に目覚めているやつもいるという、普通に生活してる俺たちでも特殊能力はあるんだけど目覚めてないみたいなパターンがあるわけです。なるほど。まあ、例えばその絶対音感なんてのももうなんか気づいたらできるようになってたみたいな。絶対の花みたいな。あー、その嗅覚、嗅覚のやつとかね。自分が臭いから。あー、バカ野郎ちげえ。多段症みたいな。もう入ってない。あ、そうかそうか。7人目の能力者。ちげえ。おぉ、なんだ、ヘブンストリーダーか。どういうことや。うまい。だからこの動画を見ているそこの皆さん、現在あなたも特殊能力に目覚めてるきっかけが出てくるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。楽しい。もう、これ楽しい。ごめんなさい、行きましょう。ごめんなさい、行きましょう。もうなんで今回はね。では、お願いします。任されてるんだ。ではです。いやー、本当にね、ためになる都市伝説でしたね。おお、素晴らしい。ありがとうございます。いや、非常にね、なんていうんかな、ためになるというかね、
ためにすごいなるんですよ。ためにななるんですよ。ためになるんです。痛い。